どうも、ミランのロマニョーリってよく髪型変わるよねで、おなじみレオザフットボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。まずはですね、ミラノダービーのですね話をしたくて、皆さんのコメントからこう引用しようと思ったら一個もないんですねマジかと。まあそれはセリエでどちらもですね順位低いですけど、今のミラノダービーですね見どころ多いんですよ。まあ当然日本人ですから長友がね今回スタメンで出たっていうのもありますし、ミラノ3トップ、バッカ、デウロヘウ、スソ、この辺なんかすごくですね魅力的なんで、なんで今回ですねちょっと需要と供給合うかわかんないですけど、ただですねもうポップなことばっかりやってるともうね再生数稼げるからレアルとかバルサばっか扱うんだろうっていう風に思われたら嫌なんで、とりあえずですねミラノダービー、話していきたいと思います。この試合めちゃくちゃ面白かったです。やっぱりですね奪ってからの切り替えの速さ、どっちのチームもですねそれはポゼッションっていうサッカーも面白いんですけれども、やっぱり奪ってからですねもうすぐゴールに直結するようにフォワードが裏に走り出してみたいな、そこにちゃんとボール出てくみたいなのがありますと、おどうなるんだみたいな、そのサッカーの熱狂ありますよね。そこにガーってスライディングしたり、そのスライディングかわしてみたいな、ほんと分かりやすいねサッカーの楽しさ、ゴール前の楽しさが伝わってくる、そんないい試合でした。まあ2対2のドローでして、最後はですね劇的な同点弾ですね。まさか決めたのがサパタっていう、時々ねサパタのそういうところありますけれども、まあこの試合のね面白かったところ紹介したいと思います。まずはですね長友の裾殺しですね。本当にあの岡ちゃんとか岡崎とか長友とか、この言われた仕事をこなすっていう能力はですね本当日本人めちゃくちゃ高いなっていうふうに思います。この試合もですね長友選手左サイドバックに入って、前のミラノダービーではアンサルディが入って左サイド裾にかなりやられてたみたいなんですね。これみたいなんですねっていうのは僕ちゃんと分析してるんですけど、あんまもう覚えてないんで分析いろいろしすぎて、なんでね、そういったことがあったと。まあそんな事情がありまして、長友が使われて裾殺し、もう裾へのマンマークですね、サイドにいる時だけゾーン上ねゾーンでのこのカバーする範囲のね、話で裾が入ってきたらついていくじゃなくて、もう裾が、ボランチの位置とかね長友から逃げて中入っていっても長友がついていくみたいな、かなりこれでですね前半っていうか、後半のですね一回左で上げたクロスと、あとですねまああの1アシストになっちゃったんですけど、まあそのシーンの説明は後々しますけど、そこまでですねもう本当長友のおかげでですね裾全然仕事できないみたいな風になっていました。でですね長友がこの中に入っていくところに合わせてペリシッチがねこのサイドバックの上がりにちゃんとね下がってきてついてくるっていう、これなんかの守備に似てると思いませんか。そうです、あのハリルジャパンの原口と長友の関係なんですね。これを長友とペリシッチでやって、カラブリアと裾を抑えてたわけなんですよ。この辺がですねすごく、見ていてなんかちょっとまあ戦術的っていうのかわかんないですけど、ちょっと見ててワクワクしました。でですねこれをずっと裾を抑えられちゃってたんですけど、この辺にですねミラノのワン工夫、ミランのね、AC ミラノのワン工夫が必要だなっていうふうに思いました。例えばですね前に、ハリルジャパンがやられたパターンで言うと、サイドバックの、このオーバーラップに原口が対応してたんですけど、このね中にウイングが入ってきた時にボランチがこのスペースを飛び出す、ここに対応できなくてですね PK を与えたシーンがありまして、ミランにね中盤の選手飛び出してほしいなって思ってたんですけども、ミランの中盤が、クツカと最初は、ソサとマテウ・フェルナンデスだったんで、この辺の選手ちょっと頑張り屋さん感のあるね選手、まあいつも見てるわけじゃないんで、もしかしたらテクニシャンなのかもしれませんけども、結構頑張り屋さん系の選手なんで、まあそういったですね攻撃面でのちょっとした起点みたいなのは違うのかなと。ってなってくると、もう一つはですねチェルシーとかがやる逆サイドのウィングが来てあげるパターンですよね。逆サイドのアザールとかがペドロのサイドに来て、こっちに2人いるけどどうすんのみたいな風になるみたいなことがあるんですけど、これをですねミランが早い時間帯からやってたら、もしかしたら逆転してたかなって思うんですね。なぜかと言いますと、その1点目のね、このミランのまあ逆襲の呪しになった部分がですね、この逆サイドにデウロフェウが流れてきて、スソとデウロフェウどっち対応すんのみたいになってて、長友がね一人でコンドグイビアもどういう風に助ければいいかわかんないみたいな、近くにいるみたいな風になっていまして、その辺がですねちょっとアドリブでできるアザールっていうか、アドリブを許されてるって言った方がいいんですかね、システム上343で、その辺がちょっと違い感じまして、あの辺悔しいなって思いました。ただね、同点に追いつかれてしまったんですけれども、長友の対人の強さとかね、その辺の仕事人ぶりは出てたと思いますんで、そこはぜひこれから見る人いたら、注目していただきたいなっていう風に、そんな風に思います。そしてですね、あとは差があったのはやっぱりインテルの中盤の質とミランの中盤の質かなとね。セカンドボール、このね拾うのがですね、
ガリアルディーニはちょっと復帰したてで、いつもほどですね、精細がある感じじゃない、ちょっとパスもね、結構ずれてましたし、その辺気になったんですけれども、コンドグビア、僕ですね、コンドグビア見る試合ですね、前半途中まではいいんだけどとか、途中途中ですね、集中力に欠けたプレーをですね、感じる、場面あるんですけど、この試合はですね、頑張って、最後まで、集中していまして、出てる時間は。それでですね、セカンドボールとかも、もうね、前に出てって、ゴール前とかのセカンドボールも予測して、ダブルボランチの一角として前に出てって拾って味方に繋いでとかいうところあったんで、すごくですね、コンドグビアの成長を感じました。なんかピオリ監督になってからすごく信頼されてるのが分かって頑張んなきゃって思ったっていうインタビューも前読みましたので、その辺が本当にプレーに出てると思いました。あとジョアン・マリオですね、この辺がちょっとインテルの中盤とミランの中盤の一番の魚って思うんですけど、厳しいプレスを受けた時に前に持ち上がれるんですね、個人で。これをできるできないで、プレスをはめられた時にそのね、パスカットからのショートカウンターとかがあるんですけれども、ジョアン・マリオがですね、サイドでボール持っても真ん中でボール持ってもそこでさばいたりですとか、ちょっとね、相手の、体重移動の逆ついてボール前に出してグッとね、前に陣形を押し上げてくれますので、そのままフィニッシュに行くこともありますし、この、前にボールを持ち上がれる力、倉田とかがね、日本代表に呼ばれた理由とかそうだって言われてますけど、この辺ですね、ジョアン・マリオすごく強化されるべきポイントだと思います。なんかジョアン・マリオもね、復帰したてだってことで、このジョアン・マリオとガリアルディーニがいなかったっていうのが、インテルがね、クロトーネとか最近取りこぼしてた理由なのかなって思いまして、ちょっとね、最近のインテル全部終えてるわけじゃないんで見れてないんですけど、その辺ね、見てる方いらっしゃいましたら、そうですよとか、いやこういう理由もあるんですよとか、教えていただけたら嬉しいです。そしてですね、サイドバックのデュエル、やっぱり2失点に絡んだデシーリオがちょっと印象悪いですよね。裏に出されたボールへの対応の、あれはね、この右サイドにいたカンドレーバーがいいっていう風にも言えるんですけども、その辺のデシーリオの対応だったり、2失点目のね、センターバックが開けたスペースに対してサイドバックがね、こう絞ってきてイカルディ見てあげなきゃいけなかったんじゃないかとか思ったりしまして、僕が見る試合デシーリオ印象悪いですし、僕が知ってるミランのファンの方もデシーリオはあんまよく言わないんで、ちょっと伸び悩んでる感がすごくて、こういったところを含めて僕はですね、3バックにしてデシーリオをコンテのユーロの時のイタリア代表でやってたウィングバックとして使ってあげたりした方が守備の負担少ないのかなって思ったりもしますし、先ほど言ったようにスソとね、デウロフェオの良さが生きる、中盤はですね、頑張り屋さんが多いんで、カンテとマティッチみたいな感じで拾ったり繋いだりする地味な役割ですけどこなしてもらって、それ以外の選手でですね、こうピッチを広く使ったり前の選手のファンタジーを生かすみたいな、そんなんもあっていいかなって思います。この試合もね、デウロフェオ素晴らしくて、ほんとね、メデルをぶっちぎったシーンとか、ほんとね、試合の中で違いを生み出す選手、デウロフェオスソっていう選手がいて、その選手たちのですね、仕上げの仕事をやってあげる、バッカっていう選手もいて、すごくですね、見ててこの3トップ面白いんで、僕ね、バルサがお金ないんでデウロフェオ戻ってきてほしいなっていう風に思うんですけれども、このままですね、この3人が来シーズンも続けて、ミランの復活の象徴になったら、それはそれで素晴らしいことだっていう風に、そんな風にも思っています。というわけで、今日ね、皆さんこの動画見てる頃にはユナイテッド対チェルシー戦が行われているか、その結果が出ている頃だと思いますね。ユナイテッド、チェルシー、モウリーニョとコンテのチーム、かなりですね、守備的な戦術を洗練させてる監督なんで、今日はですね、そういった守備のすごい選手と、攻撃のすごい選手のベストイレブン組んでみました。最強の攻撃対最強の守備イレブンというわけで、ベストイレブンとか、いい感じにタイトル出てると思いますんで、そんな感じで紹介させていただきたいと思います。では行きましょう。まずですね、最強の守備的イレブン、こちらです。そして最強の攻撃イレブンはこちらです。はい。こんな感じで、もうすごいね、戦いになりましたけど、ざっと説明させてください。まず、ゴールキーパー、ノイアーとブッフォンで、キック精度ですね、そういったところで攻撃側にノイアーを入れました。守備の面でね、味方へのコーチングだったり、今までね、積み重ねてきた長年の実績だったりで、ブッフォンを、守備側の方に入れました。そして、フォーバックなんですけれども、右のね、対人守備、ファンフラン、ネイマールを完璧に抑えられる男として、負けてる試合も、前シーズンにはあったんですけれども、今シーズンはほぼ完璧に出た試合は、こうマッチアップした試合を抑えていると思います。そしてね、プレミア、対人守備最強サイドバック、アスピリクエタ。今シーズンはね、左の、センターバックに使われることが多いですけれども、モーリーニョ時代はここで名を挙げましたね。
アトレティコ・マドリードですごく評価されているフィリペ・ルイスもポジションを奪えなかった選手ということで、まあ環境面とかあると思いますけど、アスピリクエタかなと。そしてですね、センターバック、ここが難しいんですよね。これで、一応、各リーグのですね、チームの失点数を僕調べまして、そこでですね、バイエルン・ミュンヘンが15失点、ユベントスが20失点だったんで、そこのディフェンスリーダー的な2枚を、この中に入れさせていただきました。まあここはいろんな方の意見いろいろ書き込んでいただきたいところなんですけれども、僕がですね、意外に評価しているのはアーセナルのコシェルーニなんですね。それなぜかと言いますと、アーセナルの守備組織プラスですね、コシェルーニがやっちゃってる時とかね、そういう時っていうのは結構相方のミスだったり前線のミスだったり、結構周りの状況に左右されてて評価落としてるんじゃないかと。なんでね、まあ自分ところ開催っていうのもありますけれども、あのユーロでですね、あの決勝まで行ってますし、コシェルーニの守備ね、あのラミと組んだりとか、まだ経験があまりないと言われてたユムティティと組んでね、いい働きしてましたので、僕はコシェルーニとかも入れたいなって思ったんですけれども、まあ実績上この2人にしました。で、カゼミロ、カンテ、ビダル、ここはもう説明不要でしょ。で、左のマンジュキッチ、この間のね、バルサ戦もそうですけど、あのでかい選手があんだけ動き回って、うん、サイドでキープもして中にも入ってくるっていうのもありまして、まあそういったところでね、守備でのあの食らいつき力、ちょっとリミッターオーバーしてんじゃないかってぐらい、だから怪我しちゃうんじゃないのっていうぐらい、頑張って守備してくれますね。あとベロッティ。ベロッティに関しては僕、代表でのプレーしか1試合通して見たことないんですけれども、あれだけ後方にね、プレスバックする。前にね、守備の時にこう、はめてく守備をちゃんとしてくれるフォワードっていうのは増えてるんですけれども、後ろの守備をあれだけ助けてくれるフォワードは結構珍しいなと。その中であんだけ得点取れるっていうのもありますし、ドリブルでの突破力もあるんで、そう考えるとまあベロッティにね100億の値段つくのも納得いきますし、ここにねカバーニと迷ったんですけど、今回はベロッティ入れさせていただきました。そしてですね、攻撃側ですね、これ右サイドバックが一番迷ったんですよ。カルバハルにしたらレアルばっかりになっちゃうし、ですね、あとラームに関しては総合力が高いんで攻撃型に入れるのどうなんだろうと。ただラームの方が中に入ってきてのゲームメイクとかで絡めるなってあるんですけど、バレンシアの場合は、ユナイテッドのね右サイドガーッとね一人で担うようなオーバーラップとか繰り返して、なおかつゴールキーパーまでねプレスかけるサイドバックなんで、そう考えるとここにねバレンシア攻撃に特化してるっていう風に言ったら、もともとウィングですし、ここ入れていいのかなっていう風に思って入れました。そしてですね、イスコハムシク、これねいろんな意見あると思うんですけど、一応得点力っていうところ、得点に直結するプレーっていうところで今回選びまして、なんでですね、各リーグでハムシクが11ゴール、確かイスコが9ゴールだったんで、ここ、ダブルボランチにしまして、どっちもね、守備頑張りますんで、そしてですね、まあ、セットプレーでヘディングアウトしてすごい、まあ、フリーキックも時々蹴りますけれども、まあね、ラモスタイムっていう風な言葉が出るぐらいのセットプレーの強さがあるですね、ラモスと、あとセットプレーでも強いですけれども、フリーキックの精度も高いダビド・ルイスって感じで、そしてですね、ツートップをスアレスと、レバンドスキーにしなかったのはですね、これ本当はですね、メッシが中に入ってきて右に流れる選手がいるんで、そうなると右に流れる役割をレバンドスキーよりもオーバメアンの方が、ドルトムントでできるっていう、そういったところはあります。得点的にはねどっちもバイエルンとドルトムントで、26点ずつで並んでいますんで、まあ周りのね、このメンバーとか考えてもオーバメアンっていう考え、ただゴッツァンゴールも多いみたいないろいろあるんですけどね、ただそういったところで、どっちかをね、レバンドスキーと変えてもかっていう感じで、考えてください。それでね、あと直接ゴールに絡むプレーで多いクリスティアーノ・ロナウドで、メッシが中に入ってきて、メッシ、イスコ、ハムシクが、パスを出す側なんで、そういったところで裏に走っていくスアレスだったり、この左サイドね、いろんなアザールとか意見あると思いますけど、やっぱり飛び出してゴールを決めてくれるクリスティアーノ・ロナウドっていう存在、この辺が、攻撃的イレブンには重要だと思いました。ディバラとか得点数の関係で入れませんでしたね。こんな感じでいかがだったでしょうか。これに関してはね、本当もういろんな意見あると思いますんで、この人をねこういう理由で攻撃イレブン入れてください、守備イレブン入れてくださいとかありましたら、ぜひとも次の動画で紹介させていただきたいと思います。レオザフットボールでした。明日もお楽しみに。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るから、ぜひ